フォートナイトがまあ、SNS になるかどうかでいくと、フォートナイトの中でライブとかやってたりして、それなりに流行ったりするんですけど、ただ結局、そのゲームが面白くないと思いだけでわざわざそのライブだったりのために見るっていうのは少ないので、あのゲームの寿命で止まると思うんですよね。で、その FF14、ファイナルファンタジー14がなんであそこまで長く続いてるかっていうと、ストーリーあるんですよね。なのであのであ 定期的に新しくストーリーを入れて、このストーリーをみんなで楽しみましょうってやると、じゃあそのストーリーを見るためにまた戻るかってなるんですけど、フォートナイトのゲーム自体に飽きちゃうと、もうどうでもよくなっちゃうんですよね。あの、昔はカウンターストライクっていうゲームが流行りました。でも、カウンターストライクが飽きると、別にもうカウントストライクの新しいバージョンの中で,で、もやんねえしみたいになっちゃうんですよねっていう感じ。そのゲーム、それ自体に飽きてしまうと、もう終わっちゃうんですけど、なので、ストーリーを追うみたいな形にしない限りは、抜本的な解決は難しいんじゃないかなと思います。